将棋の名人といえば現在8つあるタイトルの中で序列2位にあたるとはいえ歴史と伝統の重みから棋士にとっては特別な存在だ毎年3月の年度末には最上位の A 級に属する棋士10人が一斉に最終局に挑む名人への挑戦権を誰が手にするのか多くのファンが 対局結果を待ち合わせることから将棋界の一番長い日とも呼ばれてきたもっとも平成元年度の48期のようにむしろ残留争いにスポットが当たる場合もある昭和23年以来永久の座に居続けてきた大山康晴15世名人は3勝5敗でこの日を迎えた b 組一級にいると仮定して、勝てば永久に上がるという気持ちに切り替えた。崖っぷちに追い詰められながら、最終局を制して陥落を逃れる。大山名人は癌と戦いながら永久現役のまま69歳で世を去った。まさに偉業である。中原誠16世名人谷川博。 谷川浩次九段ら、一時代を築いた名棋士たちは50代前半で永久から高級した衛星七冠を達成している羽生善治九段もまた最終局を待たずしてついにその日を迎えた一方最年少五冠に王手をかけている藤井聡太四冠十九はあと一勝で 永久入りも果たす平成の将棋界に君臨した羽生九段から令和の王者の名乗りを上げる藤井四冠へ世代交代を象徴する出来事としても注目されている羽生九段は来期以降の去就を明らかにしていないがあと一つのタイトル獲得で前人未到の通算100期の大記録も控えている。 存命なら誰よりも羽生九段の復活を願うであろう伝説の騎士の名前が思い浮かんだ若き日の羽生九段のライバルだった村山聡九段である29年間の壮絶な人生は映画「聡の青春」で広く知られる村山九段もまた永久在籍のままようさ。